投目に47m99 予選通過です。阪神円盤投げ、徳島聖光学園の三田君も 45m79 と予選を通過しております。
場にお越しの皆様にご注意をいたします。気温がかなり上がってまいりました。こまめな水分補給と日陰での休息など熱中症には十分に注意をしてください。なお隣の県営体育館国体育館は冷房が効いていますのでどうぞご利用ください。また伊勢市の消防本部の方にも待機してもらっていますのでお気軽にご参加ください。マイクロバスも冷房を効かせて止まっていますのでそちらもご利用ください。競技の 110m ハードルは続きまして第3組、この組の第8レーン、大分荻野台の麻生君は1日目を終えた時点で第3位、第6レーンの長野松商学園の穂刈君は第6位です。第3組は8名全員の出場で行われます。15秒。
男子8種競技の 110m ハードルは第4組。この組の第1レーン、千葉姉崎の吉野君は1日目を終えた時点で第1位の選手です。第4組は第2レーンを上げて7名で行われます。
子八種競技 110m ハードルは最後の第5組。この組の第7レーン、京都西条陽の小前君は1日目を終えた時点で第4位の選手です。最後の第5組は7名全員の出場で行われます。6種目目のやり投げはこの後11時50分から投てき